島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は糖質制限食で得られる3つのメリットのうちの最後ですね、3つ目についてお話していきたいと思います。今日なぜですねこのお話をするかというと、糖質制限食はやっているんだけどもいまいちですねそのメリットがよく分からずにやってらっしゃる方が私の周りでも結構いらっしゃいますので、これについてですねまとめて、お話をしています。今日はその、3回目になります。で、3つ目なんですけども、糖質制限食というのはですね糖質の量を減らして、脂質あとはタンパク質の量を多くしていくんですけども、このタンパク質というのがですね消化吸収される際にすごくカロリーが消費されます。糖質 100g、脂質 100g、タンパク質 100g、100kcalですね。糖質 100kcal、脂質 100kcal、あとタンパク質 100kcal、これを消化吸収する際にかかるカロリーというのが、糖質の場合は 6kcal、脂質は 4kcal、タンパク質が 30kcal 必要になります。つまりタンパク質100キロカロリーを消化吸収するのに30キロカロリーがエネルギーとして使用されますので、実質体内に入るカロリー的には70キロカロリーという計算になります。タンパク質というのはこれだけ、消化吸収にカロリーが必要となりますので、その分ですね、カロリーの消費が、いいということになってきますので、タンパク質の割合を増やしてあげる、糖質を減らすというのはこういったメリットもありますので参考にしてみてください。今日からですね皆さんができることとしてはやはりですね、タンパク質を意識する、お食事心がけていただければなと思いますので、ぜひですねちょっと参考にしてみてください。では本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。